的芸能者の浅草キッド、L 歌舞伎の L 上田です。どうも、デロリアン氏です。お願いします。ということで、まあ今日はね、実はついさっき、はい、先日行ったオールナイトニッポンの、オーディションね、ありがたいこと、二次予選まで行きましたよ。行くことができまして。まあまあまあ。で、まあ内容はね、伏せますが。はい。ただやや好感触だったんじゃないですか。かなりね、二次審査ずっとね腕上げたねーの、うん、あーあれやばいやばい、こういうとこだ俺ら浮かんないのこういうとこ何にも現場りですよ、何にも公の情報が出る前に、うん、自分で自画自賛するとこだ、もうしょうがない、まあね力つけちゃったからな、どうねなるかは ありがたいですけど、まあねしょうがない。でそれの、マイスマホムービーコンテストって今やってまして、はいはいはい、で、はいはいはい、自分のふるさとにまつわるところの動画を撮ってきてくださいっていうので、そう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 、ついさっきね私の、家の近くの、川崎、家の近くのとこはっきり言いたくない、嫌だな。昔住んでた家の近くの、川崎高津図書館というところに。そうだね。はいはい。今はね、もう全く遠いところに住んでますから。あまり詮索しないでくださいよ。すぐ歩いてきたよ。いや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 。歩いてきたよ。タクシーで8時間かかるところなんですけどね、今の家からは。で、高津図書館というのを撮りまして、で、ふるさとを、自分のふるさとを紹介する、うん、ゆかりの人物や、うん、思い出を語るっていう、はいはい、ほのぼのしたやつなんですよ。まあそうだね。で、あろうことか俺興奮しちゃって、うん、高校生の時ここ来ましたよ、つって、頭の中にやることしか当時なかったですって、はっきりやるって言っちゃってるっていうね。もう内容ね、言わなくていいよ。内容は言わないけど、そういうこと言っちゃったっていうのがさ、残念だね。まあその動画も、まあ上がりますんで、よかったら皆さんね、見ていただきたいなと思いますが、ね、まあ早速ね、つい先日、先週の金曜ですか、はい、プレミアムフライデーから1年というのを取り上げたんですけど、うんうんうん、ちょうど1年経ってる。ちょっとね、面白いニュース見つけまして。ああ、何？プレミアムフライデーに関わること。関わることなんだけど、2017年10月5日のニュースだよね。2017年。去年の。はい。公明党が、うん、マニフェストで、うん、月曜日を半休にする、うん、シャイニングマンデーを提唱したと。言ってた言ってた言ってた、うん、でね。あったあったあった。シャイニングマンデーは、うん、プレミアムフライデーとは関係ありませんっていうこと。嘘つくなと。何がしたいの。でね、うん、まあ、この記事によるとよ、うん、でプレミアムフライデーはまあプレキンと略そうみたいなのがあったんだけど、うんうん、シャイニングマンデーはシャイマンかっていう、うん、シャイなヤリマンじゃねえかそんなもんはっていうねシャイなのかもな、ね、ヤリマンなのかよくわかんないな。でもネットのコメントが意外と嬉しいという人多くて、月曜の午前を半休にすることで日曜遅くまで飲み行けるみたいな、うん、ああはい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 、まあね、まあどうせだったらね一日ねがっつり休みたいっていうのもあるだろうし、まあどうなるんですかね実際シャイマンね、うん、ちなみに関口宏がね今年初めてお休みしてしまった番組は、うん、モーニングサンデーではなく、うん、サンデーモーニングですからね。いいですか、はい、シャイニングマンデープレミアムフライデー、はい、モーニングサンデーいいじゃないですかということで、シャイニングマンデーマンデーですよね。えどうですか。いや多分まあまあ、俺仕事さ昔サラリーマンやってたって言ったらもさ、結局料理人だからさ、うん、関係ないんだよねそれ。あまあね会社によっては関係ないから、うんうん、まあだから俺もプレミアムフライデーとか関係ない飲食だったから、はいはい、うんうんうん、まあまああんま興味ない。なるほどね。月金まで、まあまあ。ピンとこないな。林くんはね、あんまそういう、自分の関係ない人に寄り添うことが苦手ですもんね。もう無理。気持ちがないから。最悪だよね。気持ちがないから、そんなこと言い出したら自分の経験してないこと喋れないけどね。もうさ、二度と会わない奴らでしょ、どうせ。まあね、でもわかんない。俺らでもこの前さ、とある企業の従業員懇親会とか行かしてもらったけど。ああ、行きましたよ。で、いろんなね、働いてる人がいますから。ああ、そうそう。だから、あの人たちはだから関係ないから、うん、ああ、か、まあ別に。何回も言うけど。同じ気持ちだよって。何回も言うけど、俺が34歳ですけど、私は派遣のバイト行ってきましたっていうくだりが一番受けたんですから、あの日ね。いいよ。そういうものを分かっていくと。派遣社員ばっかだったんだろうな。いや、そうじゃないでしょ。いや、そんなことしてんだ、普段って。俺より年上かいみたいなね。それあったと思いますけど。はい、そしてですね、はい、今、週刊朝日の、表紙で、うん、羽生結弦くんがなってるんですけど、あいいなあいつは。これが、ゆず頑張ったねっていう、うん、フレーズを書いたことで、うん、炎上してると、ほう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 言われてるんですが、あその選手に対してってこと？そう、お前は何様なんだと、あはい、いうことで、あでもね、ツイッターにはすごいですよ、うん、吐きそうまで書いてる人います。ゆず頑張ったねに対して。ゆずで吐きそう。ゆずアレルギーなんですよ。いや、違うわ。たぶん、ゆず湯とか入るとゲロ入ってる、ね。それで吐きそうなのか。うん。ゆずの匂いがダメなんだな。なのか、アンチ羽生結弦なのか。いや、だから、でもね、うん、例えばさ、うん、なんと、高木姉妹とかさ、何ですか、高木姉妹。パシュートとかさ、はいはいはい、スピードスケートとかさ、下の名前でさ、すげえ呼んでるのがすげえ違和感あったけど、ね、ああ。ナナとかさ、ああ、なるほどね。これはちょっと俺は、うんうん、いや、いかんせんなんと、スポーツ選手とかに対してさ、うんうん、ね。やっぱ、見た目とか年齢があるんでしょうね。誰も葛西の下の名前知らないからね。そうだ。のりやきかな、確か。
ノリアキとは言わないでしょ。葛西潤。葛西潤は、あの、デスマッチのプロデューサー、ね。デスマッチか。あ、うん、そうか。葛西潤さんちゃうか。ノリアキだよな、多分。だから、そう。レジェンドノリアキはさ、ちょっとさ、ノリタケも想像しちゃうし。なんだね。まあまあ、うん、まあでも、なんもね、そね、ちょっとね、うん年下、うんうん、は年下だけどさ、はいはいはい、若い姉ちゃんちゃ若い姉ちゃんだけど、でもな、うん、でも選手ぐらいつけねえとな。こんなんで炎上するんだったら、俺はちょっと文句言いたいのがあるのよ、うん。昔の週刊プロレスの表紙でね、うん、高田信彦が、うん、ミルコ・クロコップに負けた時のフレーズ、うんうん、こんな試合しやがってって書いてある。ね、ゆず頑張ったれどころの騒ぎじゃないんですよ、うん。こんな試合しやがって。お前ね、そんだけ鍛えて、うん、そのリングに上がれんのかって話よ。まあまあ、それはね、まだ、ね。書いてるやつ、ターザン山本とかよ。あ、じゃあ、ヒョロヒョロのジジイ。ターザン山本。かけてる。こんな試合しやがってってさ。はい、はいはい。腹立ちますよ、そんなもん。なるほどね。で、高田がホイスに負けた時かな。あ、ホイス。おぉ。表紙のフレーズ。うん。ああいうプロレスラーだから。ああ、あったな。ムカつくでしょ。まあ確かに、ね。どうですか。いや、だからそういうことだよな。だからその、ナナとか呼んじゃうのもさ、ちょっと舐めてかかってるってことよ。うんうん、そういうの。うんうん、確かにね。そのああいうプロレスラーの後に、うん、高田信彦のキャッチフレーズが変わって、うん、アイアムプロレスラーになったからね。ああ、なるほどね。キャッチフレーズで返答したというね。ああ、かっこいいね。そうそう。ちなみにその週刊朝日は炎上したと書いた週刊新潮が書いてるんですけど、うん、その週刊朝日自体売り切れちゃって。まあそれはね、宣伝になっちゃうからね。で、週刊新潮対週刊朝日の、うん、場外バトル勃発かというね、謎の記事になってましたね。新潮結構、うん、あれだね、前文春ともなんか揉めたりしてる。そうそうそう、文春対新潮。なんかライバルじゃないけど。そう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 、うんうん、なんかネタを取った取らねえみたいな。あ、なるほどね。あったらしいよ。はいはいはい、はい、うん。まあそういうこともね、うん、あるんですかね。芸人の間でもありますからね、ネタを取った取らないというね、騒動は。まあまあ、まあまあ、詳しくはね、言うと。まあ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 。昔ね、俺の知り合いの作家さんが、うん俺がエンタネ用に書いたネタをあいつらが営業でやるときに俺にギャラが入ってこんってのはどういうことやねんって言われたなるほどと確かになと著作権ねえからなそれ難しいよね難しいよな書いたのは俺だとうんだちょっとなその著作権とかでな、うん、もうちょっと芸人って結構フリーになってるよねなってるよなこれ何なんだろうな、うん、音楽とか結構守られてるけどさ、うん、でもめんどくさいことになっちゃうよね。ジャスラックじゃないけど、うん、あの、お笑いでもオアラックみたいな出てきてさ。お笑いターみたいな。うん、誰がわかんだよとか言ったら20円俺らに入ってくるみたいな。で、俺が作った言葉ではない。まあまあまあ、商標、商標登録しちまえばな。だって、これだっていろいろだってさ、俺はさ、本気8割冗談2割ぐらいで、ウエストランドが長いツッコミやったら俺らのパクリだとか言ってるとさ、あのそしたらさ、いや、その、言ってる時に山里さんがさ、俺だよ一番最初ってさ、永遠に笑い論争じゃん。そうだよね。ね。ほらさ。だびっくりしちゃうのがさ、ほら、中国とかのさ、土産物じゃないけど、そこにさ、うん、あの、北海道って書いたりしてんだよな。ああ。そういう、なんか、売り上げるためにとかなんけど、そう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 。だからこっちでそれ使っちゃダメみたいな、なるのかなんないのかみたいな、用があったりするな、そういう地名。高倉健とか商標登録してるらしいよ。へぇー。高倉健。菅原文太とかじゃないけど。だからその UWF っての誰かが勝手に商標登録してるっつって前田明が怒ってたりとかね、うん、でも実際それは誰が登録してるのかもよく分かんないっていう、うん、つなげちゃえばいいんだろだから K1 もそうだろ K1 もなんだらかんだら K1 ってなってない今K1 もまあ K1 っていう名前引き継いで別の会社が今やってたりしてやってたよそうだよ、ね、角田信明がブログで怒っててね、うん、K1 を名前を使って興行をやるときに私と館長に挨拶がないとはどういうことですかみたいな実は松本人志前に新生 K1 に噛みついてたっていうなんだろうな、松本人志の名前を使ってブログをちょっとな、延長させようというか。アメブロのお金をもらうというね。そうだ角田さん、今、パチンコの営業の方でね、頑張ってますね。そうですよね。そしてですね、今、コロコロコミックの問題がありまして、ああ、はいはいはい。チンギスハンに不適切表現、はいはい、モンゴル人ら抗議と、はいはいはい。小学館の前に90人が集って、問題となってるのは、15日発売の3月号掲載、うんうん、やりすぎ、いたずらくんの一場面と。いいじゃん、やりすぎだもう、そこまで、じゃん。そこまで振ってんのにダメなんだっていう。やりすぎ、いたずらくん。モンゴル帝国の創始者、うん、チンギスハンの肖像に、うん、男性器を模した落書きをする場面があったと。で、これで、小学館の求人。で、これで、あの朝青龍がツイッターで怒ってるんですよ。で、そのツイッターがすごくて、よっぽど中国人がマシやお前、中国人と何があったんだそうだ、中国人と何かあったんだよな。お前はモンゴル守るとしか言われてる、うん、中国人が今一番落としられてる。あれ、あれえない。ありえないよ、あれえない。あれえない。悲し涙。
悔しい涙。彼、大好きな日本人がこんな風にと書いてる。現代のラモス・ルイ。ラモス・ルイ。すごいな。何があったんですかね、中国人と。何があったの朝青龍と中国人何があったんだろうな。ねえ。昔一宮翔一ってサンジャポのリポートやってる元プロレスラーから、はいはい、MAP っていう団体立ち上げるっつって MAP そうっす、はい、モンゴル朝青龍プロレスっていう、あああったな、あったな、それもなんかさ MAP、マップ、うん、で結局もん朝青龍の賛同が途中得られなくなってさ、うん、急にさ地図とか言い出して地図という意味がありますよくてなんか団体もやったなよ、そうだモンゴル朝青龍プロレスは、うん、マップ、うん、でも詳しくくしくも地図、おじゃあ俺じゃあスマップもスマップの新しい地図にね、新しい地図分裂騒動でさっき言ってモンゴル界よりのいろいろ朝青龍もじゃ分裂してるよね、うん、今日本側からな分裂しようとしてるわけですよ、そうそうそうもうチンギスハンなるの著南館のすごいよね、どうなんだろうね、うん、漫画子供向けの漫画でしょ、うん、まあね、だからまあ今だったらお坊ちゃまくんもダメだったのかね、でも、もっちゃんどうだろうね、なんかあるかもしれない。ガチンコとかさ、今だったらもしかしたら。それとまたちょっと違う。つまりだから、チンギスハンっていう自分の国の偉いさん、うん、うんうん。まあまあ、英雄をけなしたっていうことだろ、うん、はいはいはい。だからまあ、そういうのでも結構あるけどな、うん、模したもの。だって、筋肉マンなんてね、うん、ねなんか。あれ、でもあれだからね、ブロッケンジュニアが、結構問題なんだ。確かあれ、海外だと、なんだっけな。海外にも配信するからかなんかけど、うん、その、結構描写カットされてるね。鍵十字もないしとかね、そうそうそう結構修正されたりするんだよ、ね、そうそう、あの右手を上げるポーズとかもなくなってたりするんじゃないかな、うん、確かなんだっけ、うん、なんかいろいろ修正されてるのはちょっと思い出せないな今、うんうん、そうそうそう、あったあったあった、そういうのそうありましたね、チンチンの絵描くなんて、うん、くだらなすぎて許してやれよ思うけどね、まあ、でもまあまあどうなんだろうね、許してやれよ、 それぐらい、そしてピョンチャンオリンピックに表彰式後に半裸の男性がリンクに乱入と、うん、半裸の見てないですかそれ、見てないマラドーナみたいな顔の人入ったの知らない、マラドーナみたいな、マラドーナというよりは吉本にいるマラドーナのモノマネしてるストロベビーさん似てるんだけど、どっちかというとそんな人が白鳥の湖を約5分踊り、そんなに放置されたの、そうだらしない上半身の胸には、うん、ピースプラスラブの文字、うんうんうん、下半身はピンクのスカート、うん、股間には猿のイラスト、わけがわからない、うん、この格好で白鳥の湖を踊り出し、うん、半回転ジャンプまで披露、会場は苦笑いこのおっさんには関係者も本誌カメラマンもカンカンだった、トースポウェブと本当に怒ってたのかネタになるぜと思ってねえ、まあ、それね画像出てくるんで検索してほしいんですけど、うん、昔俺原宿行った時にさ、あ、コナさんか、そうそうそう、原宿行った時にさ、うん、マック赤坂が演説したのね、街頭演説、はいはい、あの人大体渋谷が拠点なんだけど原宿で会えたと思って、はい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 、嬉しくてさ、ちょうど俺マック赤坂の映画、マック赤坂が出てる映画あんだよ、でマック、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、それこそあのポレポレ東中野とかでやってるような単館映画のやつで、選挙系のやつ、泡沫候補に焦点当ててるやつなのよ、うん、まあ、いわゆるドクター中松とか、うん、イエスまたそのお金を出して、まあ、泡沫候補ってのはいわゆる受からないけどお金を出してるその日の当たらない、ね、うんうん、あの人たちのことなんだけど、怒ってたけど ね、うん、そういうこと言われるのマック赤坂、あ、泡沫候補って言われること自体よね、怒ってたのね、でそのマック赤坂がこう手振ったりさ、うん、なんかこんなやっててさ、あの30のみたいな、で嬉しくてさ、俺映画見たばっかだから、え、映画見ましたっつったのマッカー赤坂が主人公ぐらいのやつなの、うん、マッカー赤坂とその息子みたいな、うん、でその安倍総理とかどこにさ、うん、マッカー赤坂がわざわざ対面のとこでやんだよね、邪魔する、で自民党の人が帰れ帰れとか言われて、うん、で息子もお父さんの仕事あんま認めてなかったんだけど、うん、帰れ帰れって言ったら急に熱くなって、なんやそのやり方はみたいな、もう、うん、帰り道に言ってるみたいな、で親子愛なのか、うん、みたいなちょっと感動があるわけよ、うん、そっちから当てるとね、うん、それは普通に見たらさ、うん、で国の邪魔してるとも見えるんだけど、うん、嬉しくてこうして声かけたらさ、うん、あーって言われてさ引いてんじゃん、日本で一番苦笑いされてる人に俺苦笑いされて全然30度の笑顔なかったなかった、そうはこれだってあのマッカー赤坂って全国区出たのは確かしんすけさんが面白いと思ってね番組出したりしたんだよね、あ、そうなの、そうだよ、ね、テレビ出てんだ、テレビ出てる、行列とかじゃないかな多分、俺全然知らなかった、そうそうそう、昔、うん、出てますよ、俺あれ初めて見て、それこそあなたとネタ合わせして帰り道渋谷のとこのスクランブル交差点のところで何やってんのあの人と思ったら、そうそうそう、たらあなた教えてくれ、だんだん
有名になってってね。ああ、そうそうそう。もう18年、9年前だな、あれ。会社経営してって。マック赤坂の本は買ったけど、途中でずっと止まってるわ。なんかずっと、なんか頭いい学校出て会社経営して、まあ、そこのお金があるからずっと出れ続けるっていうね。あれでも夜回り先生ってわけじゃないけど、なんかそういうさ、いろんな悩みとか来たらそれ答えたりしてんでしょ、うんうんうん、そうなんだ。個人的にやってるらしいよ。そうそう、夜回り先生がね、よくさ、大丈夫？家帰れるって言ったって、うん、俺前のコンビの時よくやってたんだけどさ、うん、大丈夫？ホテル行こうとか言ってさ、夜回り先生じゃねえかみたいな、よくやってたんだよな。真逆のな。で、昔さ、別にね、これ批判とかしてるじゃないですよ。昔見たテレビでさ、うん、スーパーテレビかなんかで追うわけよ。うん、夜回り先生を、はい。夜回り先生が途中さ、つって座り込んじゃう。胸を押さえて、うん。で、なんか結構もう、いつまで行けないか分かんないんですぐらいの感じで、うん。全然何十年経っても元気にコメンテーターやってんなっていうのは、ちょっと気にはなってるけど、治ってよかったなってことです。なるほどね、そういうこともね、ありまして。へそして、ピョンチャン五輪の閉会式がやりましたけども。うん、見なかったな、俺。もう閉会してしまったということで。上半身裸のトンガ選手が、開会式に現れた。うん、また、閉会式でも、現れて。現れて、はい。そうですよ。ノルディックスキーのピタ・タウファトファ選手ね。ここでも喋りましたけど、はい。25日の閉会式で上半身裸で再び登場し、うん、客席から大きな歓声を浴びたと。なので、改めて、タウファトファ選手の試合の結果をもう一回お伝えしたんですけど、うん、ノルディックスキー、うん、116人中、114位でしたと。これは風化させないと。もうちょっと、もうちょっと落ちてね。116日中114位ですからね。まあまあまあ、いいじゃないですか、そのね、自分目立てる。爪痕の残し方。そうじゃないですか。映ったよって、うん。一部報道ではね、うん、テカテカ男っていうもうあだ名がついてて。何、この人が？そう。テカテカ男。これさ、うん、柔道の秋山義弘が一時期ヌルヌル男って呼ばれたからさ、かぶんないようにしたのかなって思ってね。あー、なるほど、ね。だってテカテカ男か？って感じだよね。オイルを塗りたくってね。そうそうそう。橋本真也も昔ね、オイル塗ってて体に。で、小川直也っていうね、選手にガチンコ仕掛けられるんですよ、うん、柔道の。まあ、有名な試合があるんだけど、不穏試合つ、うん。時に、小川直也が、もう、うん、要は、起きて破りのことしてさ、すげえ叩かれたんだけど、小川直也が言い返したのが、うん、あいつだってオイル塗ってんじゃねえかと。体に塗ってると。そしたら橋本が言い返したのが、オイルなんてみんな塗ってるわって言ったいい体に見せるためにね、プロレスラーを塗ってる。あ、なるほどね。ボディビルダーみたいなことな。そうそうそう。でも橋本のあの税理士の体でオイル塗っても意味ない。やや締まって見えちゃう、確かに、うん。焼き豚っぽいもんな。そうそう。なねえ。だからその、タウファトファ選手が裸で出てくることはいいのかっていうのも、大手はちょっと思ってて。じゃあ、F1 のレースクイーン廃止を言ってる人はここには何も言わねえのかみたいなのもちょっと思ったりね。ああ、だから、あれはだから女性の人権みたいなこと言ってるわけでしょ。そうそう。だから女性をそういうね。それを視点でピョンチャンオリンピックで言うんだったら、うん、それこそあれじゃ、女性応援団じゃないの？美女応援団？美女応援団。北朝鮮の。そうそうそう。あれなんてまさにさ、その、うん、マスコットとしてさ、はいはい、やらされてるわけじゃない？はいはい。それとレースクイーンとやってることは同等だけど。うん、でもまあ、知ってる？それこそなんかニュースで今日やってたけどさ、うん、アメリカの選手かなんか出た時にね、応援団の、美女応援団の子がね、拍手しちゃったんだって。うん、はいはい。ただそこでバッて制されたっつって。で、その後、なんか話だと、ミーティングみたいの絶対やるんだって。反省会。そうすると、お互い罵り合わなきゃダメみたいな。だからあれはテレビで見たことあるあの、赤軍のさ、うんうん、やったことあるじゃん、総括みたいな。はいはい、総括みたいなね。そうそうそう、うん。やってんのよ。はいはいはい。だからあれかわいそうだよ。あれこそもっとね、言うべきなんだよ。まあね。美女軍団を、うわー、手振ってくれましたとかってさ、バカじゃないのって。キム・ジョンのそっくりさんが出た時もね、美女軍団がね、間違って拍手しそうになってね、うん、気づいた人がみんなすぐ目をそらしてね、そうそう、一個間違ったら怒られちゃうからね。そうなかったという。そうだ。危ないんだから、もう、うん、怖い怖い。ねえ。メガネ先輩って綺麗だったな。あ、俺はね、その人見てないんだよね。あ、北朝鮮の選手。ちょ、韓国の。あ、韓国の選手か。うん、綺麗だったな。あら、メガネ先輩ね。なんか平野ノラがメガネ先輩に似てるっつって、インスタグラムがものすごい。出たか。そう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 。それでもね、平野ノラだとな。一番最初のメガネ先輩はね、うん、時と亜美さんですからね、はっきり言って。ああ、今なんか事前活動してるみたいね。そう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 。時と亜美さん。あとはね、そう、メガネ先輩、甘いよ。最近柔術のね、道場の道場生からちょっと連絡来まして、僕の通ってる格闘技の道場なんですけど、メールの文明を、うん、上田さん、うん、水道橋博士とタイタン問題、どっちが残念な感じなんですかって。俺がご意見番かっていうね。
これが、まさかの芸人とかにもなぜか俺最近聞かれてよ。あれどういうことなんですかって言われたけど。内情をすごい詳しく知ってると思う。確かにね。博士の名前出してるし、うん。一緒にいると思われてんだよ。そうそう。俺博士とプライベートで会ったこと一回もないから。ないから。そう。そう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 。それがすごい聞かれてて。うん、一応返信した。水戸橋博士さんと、爆笑の太田さん、ナイナイの岡村さん3人が、うん、まあ、ラジオとかを介して、ちょっとそう、戦いみたいになってると。で、まあ、調べてもらうと、ネイバーまとめとかいろいろ出てくるんでね、皆さん見てほしいんだけど、うん。まあ、聞くのが一番だけどね。うん、本人にね、うん。あれはね、俺は返した。いや、ラジオに聞くのが一番いいよ。あれは、ガチンコプロレスだと。俺が言いたいのは。うんうん、昔の芸人さんってみんなバッチバチで目尖ってて、うん、あ、目つき悪くて、うん、そういう時代を生きてきた人たちだから、うん、別に本当にも喧嘩してんだろうけど、うん、別にそれを放送に載せるってことはもう、うん、いや、そうそう、そういうこと、飯の種でしょ、商売、それが芸の一個だと。そうそう、だから、うん、そうそう、博士がよく芸人春秋とかで書いてる金子みすずさんの詩を引用してるんですよ、うん、みんな違ってみんないいってのがあるんですけど、うん、だからこれは俺がね、みんな尖ってみんないいっていうねこれをちょっと考えてる。ああ、はい、いいまとめじゃないですか。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はいはい、いや、だからね、だから、ヤフーニュースだけのあの文面で見るとおかしいことになってんだよ。そうそう。じゃなくて、聞けばいいんだから、まあ、ね。もう聞けんだから。気になるけど、まあまあ、それを全部聞く時間もなかなかね、っていうこともありますからね。そうやって聞いてきちゃうんだろうね。でもね、その、だからお前に聞くぐらいだったら聞けよ。マジで。いや、でもか、いや、それがね、時間ないのよ、その人。で、返したの。したら、なんで時間ないかって、ちゃんとその文面なんだけど、うん、なるほど、俺が聞くラジオは、有吉さんのサンドリとエル歌舞伎のだけですが、俺らの全部聞いてるから時間ないじゃん。そういうこと。そうそうそう。そういうすごくない？並んでんだから。腕しげしながらこう聞いてるわけじゃないの。どういうことよ。腕しげ。時間ないとか。充実のね、うん。そうそうそう。はい。あとはね、ソダネージャパンって言われてますけど、ピョンちゃんのね、カーリング娘の。うん、和田アキ子さんがね、このアッコにお任せで、うん、ソダネージャパンを取り上げたんですよ。で、みんなで、カーリングの話してる時に、うん、はいはいはい、アッコさんが、ソダネーって返すっていうくだりがあったのね。ソダネーって、はいはいはい、3、4回やったのに、うん、あんだけいつも助ける竹山さん、増田岡田さんが、うんうん、ずっとそれ触れないの。ソダネーって気づかれるまでやったのよ。4回やったんだよ。でもなんとかじゃないですか。ソダネーって言ってたけど。放置されてる和田アキ子初めて見た俺。その時に。あ、ボケボケだったのかな。だから拾ってほしかったよ。いや、拾い合いじゃん、あれは。まあまあまあ。アッコさんが回したいです。で、アッコさんボケたんじゃん、時には。うん、そうだねー、そうだねーって言ったけど、うん、本当に相づちしてるのか、ボケてるのか微妙で、みんながカーリングの話を夢中で続けるというね。すごかったね。だから、挟みどころが間違ってた、ね。あれ、北海道の方言みたいな感じ？いや、わかんないけどな。北海道の人はそうだねーっていう。俺、最近恥ずかしい。みんながみんな言うわけじゃないと思うけど。人と喋るときにさ、あ、そうだねーって言うだけでちょっと恥ずかしいもん。え、なんかそれ、あ、それっぽくなっちゃったみたいな。あー、ぽくな、うん。いや、別にどっちも使ってると思うよ。あ、そう。そうだねーと。トミーズさんが大阪でやってる、せやねんって番組、それのパクリ？かも。ちげえよ。せやねーって、普通は言うのに。あれ、だから、あれがマリリンでしょ、マリリンって言われてる人でしょ、言ったのが。北海道の。あメロリアの農業のって、なんとかマリリン。マリリンさん。あれが、トミーズマサさんだったら、もし、カーリング代表だったら、うん、セアネンが入ってたかもしれないね。じゃあ、マサリンって呼ばれる。マサリン。セアネンジャパン。セアネンジャパン。で、和田アキ子も、セアネン。お前の方言喋ってるだけだろっていう。セアネンジャパン。そう。そうだね。で、俺らの世代はさ、ダヨネ流行りましてね。イーストエンドプラスユーミン。まあ、うちダベサーってやってたけどな。ダベサー。いろんな方言もある。いろんな方言でやってた。で、ね、俺らコントで昔やったのが。うん、だよな、だよな、だよなって。あったな。ピンパチ先生に出てくる。第5シーズンかな。金末健次郎ってめちゃめちゃ有名な回だろ。僕らの世代からすると。風間くんだよ、風間くん。風間くんが。要は、なんつうんだろう、優等生を演じてるんだけど、裏で実は、クラスを仕切ってるという。そうそうそう。ラサール石井さんがね、そうそう先生なんですよ。菊の花を送っちゃうというね。で、ラサール石井さんがショック受けるみたいな、そうそう悪い、風間俊介くんのもう、なんつうんだろう、世に出た最初の作ぐらいだよね、多分そうなんだと思うんだけど、なんかもう、っていう、バチンって有名になったんだな。有名になったやつがあるんだけど、うん、それの、同じ回に出てくる、僧侶の息子の、スキンヘッドのヒルマンっていうのがいて、うん、そうそうそう。これヒルマンって誰も知らなくて。誰も知らないね。信じられないの人しか知らないんだよ、今、ヒルマン。俺らのヒルマンそっちじゃないからね。そうそう。だよなぁ、だよなぁ、の。ね。これ昔、キングオブ。それこそあれだよね、あの人も出てたよね。中尾くんだっけ。秋吉さん？あ、そう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 。チュー、チュー。
そっか、その回か。中確かそうだ。さんま大先生のね、出身ですよね。あっぱれさんま。あ、そうか。確かそうだと思うけど。今ボクシングやりすぎて、バッキバキの腹筋でナンバーに打つだけどね。そうなんだ。で、格闘技のオファーが来ちゃって。もう、マジで練習すぎて。で、中川清さんが、無理無理、殺されるって。もうあの体で言うから、この人本当にいい人なんだって思った。あの、そんな体できたんだ。だってやってもいいぐらいの体なんだもん。格闘家みたいな感じで。だよなだよなだよなっていうさ、うん、俺らの唯一のコントがあってね、金八先生、ね、俺が金八先生で、俺昼間で、昼間でで珍しく林くんがあのスキンヘッドのドンキホーテのズラをかぶってやった、ね、俺の家にずっと10年ぐらい眠ってたスキンヘッドのズラを貸したら、うん、林くんがそのあのキングオブコントだとアレルギー出てきてね、かゆいかゆいとか言って、そうそうであのもうダメゴムアレルギーみたいな大変あのコントの始まりがね、最初デロリアンが昼間でいて、みんなそう思うよな、だよな、だよな、だよなつって名店の後の一言目がそれで、うん、で俺が、はい、静かにしなさいヒルマンって、これが使う。そうでその後にあの授業やっていくんだけど、ヒルマンが全部坂本龍馬を坂本龍一であの、うん、勘違いして、 それは坂本龍一って、これを毎回そうそうそう坂本金八で坂本龍馬の話をされて、うん、坂本龍一で返されていくっていう、オチがで、だよな。で、タンクトップ着て体をアピールするんだよな。それは坂本一世で、暗転。キングオブコント1回戦進出のネタね。そう。1回戦進出しましたよ。そう。これをね、はい、その1回戦やって落ちたんだけど、うん、なんか、あれ面白いし、さ、やや受けだし、うん、受かるんじゃないかな。やや受けでも受かると思ってるの、うん、あれだ、2010とかだからさ。でさ、オペレーターで俺の後輩来てもらったのよ。うん、で、オペレーターのやつもさ、やっぱアマチュアとこと並んでると違いますね。あれ、行くんじゃねえかなと思ったら、思いっきり不合格って出てて、それをね、何年かした後に、マゼキの空飛ぶサンマチってライブがあって、あの、漫才師がやるライブなんだけど、はい、で、普段やらないネタをやろうみたいなので、はい、復活させたのよ。やったの。漫才なんだけど、途中からあもう、がっつりコント。なんかやった記憶あんな。時に、アンケートに、うん、普通に漫才やってほしいって書かれたね。やだね、俺たちだけが面白いって思ってた。もう舞い上がっちゃうね。ねえ、残念だね。いや、よかった早く手引けた。気づかせてもらった。やっと手引け、早く手引けて、よかったよ。俺はちょっとどっかでもうやだなと思ってやってたもん。俺なんかまだやりたいけどね。いやーもういい。ほんと、来今年の単独ライブでもね、もしかしたら見れるかもしれない。そして、うん、ちょっとね、あの残念なニュースが一個ありまして、エグザイルの巻大さんが3月末でジップを卒業ということで、うん、ということでもう一言だけね、あの巻大さん本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした笑うおかしいだろお前、笑いが笑うか、お前笑うおかしいだろ、こっち真面目にやってんだぞお前、ふざけんなよマジ、謝れお前、もう俺たち LDH の所属ぐらいの気持ちやってるからね、エグザイルさん、リカゴさん、ね、見えないと思うけど足の俺ミサンガなんか思ってるミサンガの事務所じゃないいつもさフジテレビで前説させてもらうと、はい、ワンガンスタジオって言ってさ、はい、エレベーターの中にねちっちゃいモニターがあるのさ、なんかわかんないけどあるんだよね、各局あるんだよ、そこの局の番組の宣伝とかね、芸能人とか本当裏方さん向けのチャンネルだろ多分な、そうこういうのでね、絶対流れてんのが、うん、エグザイル松の松ぼっちって番組で松さんがいろんなとこ行って一人でなんかやるんだけどそうすごいよね。一個ね、その、かき氷をね、松さんが作ってんだけど、そこに文字ででっかくさ、松氷って出てくるからさ。すごいよね。食べた、美味しそうだったなと思ってた。松って名前の人が、一人でフジテレビの深夜番組やるのは、松本人志の一人ごっつ以来。以来だな、そうだ。で、気づきゃ松ぼっちなんかの時、確かに上にバンダナ巻いてるんだよね、彼、あの、ねえ。松ぼっち。ねえ。いいですね、松本。機会があればね、ぜひ見てみたいと思います。僕もちょっとエレベーターでしかまだ見れてないんで。見てないんで。ちょっと家で録画して。半年ぐらい前から気づいてるんですけど、ちょっとまだ見れてないんですいません。ということで、そろそろ30分ですか、じゃあちょっとね、また恒例の、はい、はちょっとご意見に、はい、ハッシュタグエルラジの方ですね、はい、触れていきたいな。まあ結構ね、面白いニュースがね、今回結構あるんだけどね、他にも。あ、そうですか。うん、実は。あ、どうぞ。なんかあれば、お願いします。まあ無理して読まなくてもいいと思うけどな。まあね、確かに、うん、じゃあこれいきましょう。はい、ヤマケイアットジンギスカン被害者の解散、ね、おー、なんかあったんですか。ハッシュタグエルラジでビッグダディのジンギスカン清でなんかされたんですか大丈夫ですか。
もしメルマ旬報で連載するならルグミで連載希望でしょうか、はいはい、と連載したいなら題材はどんな内容になるのでしょうか。メルマ旬報、あの水戸橋博士さんのメルマ旬報っていう有料のメルマガがあって、はいはいはい、でそれを、博士さんにご挨拶できた時に、うん、いつも読んでますっていうお伝えして、うん、でその後に、まあ、なんか博士さんが割とリツイートとかすごいしてくれたと、うん、タイミングでこの投稿があったのね。メルマ旬報でもしエルウェダが、はい、連載するなら、うん、まあ僕割と文をブログでも書いてるので、そういうことを言ってくれたんでしょう、うん。時に、ビビって触れなかったの、それ。なんで仕事にできることできてないと思って、自分で。その博士の文章とか読んじゃって。ね、はいはいはい。だけど、ずっと放置してんのもどうかと思って。ずっとやり続けてる人と比べてもしゃあないからな。まあ、そうそう。そりゃね、書いてみないとわかんないんじゃないの。確かに。まあ、その前にその仕事が来るかどうかすらわかんないしな。でも本当に俺が文章面白いのを書いてたら来るわけだから。何時ぐらいのものなんだろうな、ね。いや、何万字とかね、書いてるんですけど、皆さん。まあだから、すごいよね、でもちょっと触れないわけにいかないと思ったんで、うん、ちょっと皆さん、私のアメブロの方をご覧ください。ああ、なるほど。ねそっちを見て。そっちを見て。別にこれ、小銭稼ぎしたいわけじゃん。小銭稼ぎの YouTuber やりたくないですからね。いいよ。YouTuber は全部小銭稼ぎだよ。そんなことないよ。小銭稼ぎだろ、だって、どんどんが。すごいよ。すごいニュース。ん今度 YouTuber チップス発売するんだって。 YouTuber チップス J リーガープロ野球選手より、今 YouTuber の方がなりたい職業で上なんだよ、子供の、で人気 YouTuber のカード付きで塩味のポテトチップスですごいのがこれ発売するのが山吉製菓なのわさビーフの、でいいね、その YouTube っていうさデジタルが結構ね、うん、まあ発達してる中に、はい、未だにこうやっぱチップスは塩というさ、はい、もうなんつうのもう昔これがもう30年以上前から変わらないこのチップス、これは変わらないですよ。いいですね。ヒカキンやはじめ社長など人気 YouTuber のカードが1枚付く。ノーマルカード45種、レアカード18種の全63種類いいね、 YouTuber すごいね。うん、もう本当にあれとかないな、ほら、宅配業者を襲ったさ、チェーンソー持ってるとかさ、レアカードさ、いや、YouTuber! YouTuber だけどな、確かに。レアカードにいいんじゃない？あれ、レアカードさ、そう、レアカードで出しちゃいいんですよ。そうそうそう。俺らも早くカードになれるように頑張っていかなきゃダメですよ。この再生回数はダメなんですから、本当に。そうだね。人気がないとダメですから、うん。名前書いた方がいいかもね、はじめ社長みたいな。まず、この、撮ってる作家の深町はじめが、うんはじめ社長にして。まあそうだな。新はじめ社長。新加瀬大使以来。新はじめ社長。まずは新はじめ社長、ね。今日から。そうそう。お前新はじめ社長。で、俺らは、うん、普通、エルウェダとデロレアヤシで。ねえ。これでいいんだよ。それでいきましょう、とりあえずね、マイナーチェンジしていかないと。で、そうそう、それにね、関するニュースだけど、はい、とある小学校では、うん、今、あだ名禁止のルールが採用されてて、へあだ名について、〇〇くん、〇〇ちゃん、うんうん、さらにキムタクのように名前を縮めて言うのも禁止されてると。え、くんとかちゃんもダメなの？ダメなん。〇〇さんだけは許されるんだって。すごいでしょトレンディードラマ見てるのすごいんだよ。確かにね、うん、まあ、これ感じ方次第なんだけど、俺ね、〇〇ちゃんって女の子の後輩とかを呼ぶ業界人とかってちょっと違和感あるんだよね。なんか、俺ちょっとキモって思っちゃうとこはあるんだよね。で、はいはい、昔ね、まあ、これ、ちょっと関係ないっちゃ関係ないんだけど、俺、学生時代これ、ニュースで思い出したことがあって、うん、掃除の時間に、みんな机後ろに下げるじゃん。うん、で、俺寝てたのかな？で、起きたらもう掃除みたいになってて、うん、一個だけね、下げられてない机があったの。うん、で、なんでこれ下げないの？俺下げようかって触ったら、みんなが、ひ、うん、ゃーとか言って言うわけ。うん、で、引いてるから、うんそうなったらさ、こんな性格だからさ、うん、俺顔ベッタベタにくっつけたの、つって、うわーとか言ったらさ、みんなが、うわーとかだって、うん、何よ、お前らとか言って、机下げて、うん、で、掃除終わった。うん、そしうちの担任がさ、うん、すんごい怒った顔して入ってきた。うん、ダンガシャンみたいな。お前ら恥ずかしくないのかみたいな。誰々のことを。それ、挑発の人じゃなかったの？挑発の人。挑発の先生じゃなかった。挑発の先生。単発で、なんだったら、髪やや薄くて、それでいじられてる人。で、お前ら恥ずかしくないのかつって。うん誰々のことを、うん、誰々金とか言うあだ名つけて恥ずかしくないのかっつって、うん、俺だけがそれ知らなかったのだその子も、うん、確かにて、ね、うん、だから30人くらいのクラスで29対1だかもしれんけど実は28対1対1なんだよ、うん、いや俺も賛成させろとおっていうことがあって、そう文句腹立ったね。でもくんとかちゃんダメって結構なかなかだね。くんとかちゃん、うん、さんだけだってね。
キムタクのよ、だから、デロリアン林だってね、あの、虹の黄昏って芸人がデロハヤって呼ばれてるけど、うん、あれもダメだよ。キムタクみたいな略し方。ダメだね。キムタクもダメだ。キムタク、トヨエツ、デロハヤ。もうダメなんだ。はい、あという。怖いですね。怖いね。どこの学校怖いね、それ。いや、学校名は載ってないですけど、でもこの情報は確かなのは。じゃあ嘘だ。いや、本当だよ。だってソース元スパだもん。いや、嘘だ。ほら、スパだ。ほら、嘘じゃん、スパ。いや、スパがなんで本当だ。俺、スパの通り合コン進めた時全然うまくいかなかったし、もう。いや、嘘だ。最近のスパ読めって。え？今、出会える SNS は何か特集で、今逆にミクシーがやれるって書いてある。マジマジ本当だ、本当だ。上野の女とかやれるみたいなの書いてあるんだよな、なんか。そうそう、本当に足跡をつけに行けって言われる。ダメだよ、足跡つけに行け。という、ねえ、ことがありました。人に入っちゃダメですよ、うん。あ、なんか他にあれば読みましょう。じゃあ、大友さん。はい。書きました。ヤクミツユさんの芸名変換に東京名物大神本舗500年が入ってないと、うん、はいはい、気になるなって思って。ヤクミツユさんの話をした時に、ヤクミツユさんは前の芸名がダイオウイカオ。その前はルビーモレロだった。ルビー朝岡モレロ。ルビー朝岡モレロだったって言ったやつに対し、こうして、対して、うんうん、意見、意見というか、その、訂正してくれた人がいて。その間に大神本舗500年とかありますよっていうのがあって。まあ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 。そうそう。これはね、そうそう、これはね、俺は取り上げてほしいって言ったんだけど、うん、その、韓国プロサッカーリーグが、9度目の名称変更したって、ちょっと前に。何さ、あ、もう、あれが、スポンサー変わってってんのか、じゃあ。じゃあ、ということよりは、まあ、それもあるのかな、うん、元々がスーパーリーグだったと。で、次が、あー、そういうことか。次が、チュック・デジェジョン。で、チュックってのはサッカーって意味だって。チュック。で、次が、韓国プロチュック大会。韓国プロチュック大会。で、コリアンリーグプロチュック大会、K リーグと。もう、K リーグ、K リーグじゃないの？で、最近、K リーグが、J リーグに似てるということで、改名またしたんですよ。で、改名したのが、そんな理由で？似てる、似てるから改名したのが、K リーグ1、K リーグ2って。お前、J2、J1 とどう違うんだっていう。K1 じゃん、もう。なんとかもう、キックボクシングじゃん。そう。ということがあって。K1、そう、それで、J1、J2 だの。そうそう、昔ね、よく、調べたネタでさ、千葉真一のさ、芸名の編成みたいなのやったの覚えてますネタ、まあ、千葉真一さんが今 JJ サニー千葉になって、うん、そうそう、で映画監督をやる時だけが、うん、和永林道って和永林道だ、そう、和永林本名が前田貞穂和永林道がもうエンタの神様出てそうだもんな。じゃあ全員昔やったのよネタで。あ、そうだっけ、俺そんなちっちゃいことは気にすんな、和永林道ってで練習の時面白いのなんかやんなかったんだ。あれなんでやんなかったんだ。若智子に似てもないのに和永林道。いや多分ね、これはね、和永林道監督のね作品を見てないからね、うん、気持ちが入んなかったと思うな。確かに。これ見てだったら、その、周りの名機にしないでやれるじゃん。俺ら、ユッティさんの作品しか見てないもんな。見てないから。ちっちゃいことを気にしないで。そうそう。わちながりんども見なきゃダメよ。それでもなんとかですよ、トントンと。できますよ。ユッティさん、あれは俺の一個前の出番めちゃくちゃ面白いのに落ちてたよな。ダメ、自虐とかダメなんだな。あれいや、もうそれしかやってんの見たことないよ。ちなみにね、大仁田敦のキャッチコピーもめちゃめちゃ変わってってるっていうのをこの時ネタでやったんですよ。邪道ね、涙のカリスマ、はいはいはい、炎のカリスマ、はいはいはい、インディーの帝王、うん、デスマッチの教祖、うん、爆破マッチの鬼。デスマッチの教祖でさFMW の時代ってあんま不謹慎だよな多分時代背景的 に、ね、炎の稲妻で引退と復帰を繰り返しすぎて、うん、ミスターライヤーってあの嘘つきっていうのが乗り出したって。ちなみにですね、大仁田敦で検索するとサンダーライヤーでいいじゃん。サンダーライヤー、うん、サンダーライヤー、大仁田敦で今ネットで検索すると一番上に出てくるのが、大仁田敦スペース顔いじりすぎって感じでね、分かんないですよそんなもんは。まあそれはね、違うでしょ、あれ爆破の怪我で治ってね、変わってったんだね。そうそうそう、爆風で、うん、そうそうそう、形成されてっただけですから、いじってるとかやめた方がいいよ本当に。ここでも取り上げましたけど、大仁田さんが政界復帰でね、神崎市しようとしてんで、もうあれ選挙はまだだ、うん、佐賀県の神崎市、いや選挙まだなんだけど、うん、それなんで俺が知ったかっつうと、うん、大仁田敦の今ツイッター見ると、うん、今度立候補する佐賀県神崎市のマラソン大会とかをすっごい明るいベンチコート着て一番前の沿道で応援してるのさそれを見てさ知ったのよ、うん、で
で、やだね、川崎市をね盛り上げたいんでしょ、盛り上げようとするためにツイッターでね、長崎がダメだったら神崎市かって叩かれたのにリップ返してて、うん、なんか分かるけど長崎は、うん、ごめん正確には分かるよ、長崎はうちの親父、うん、神崎市はうちの母親みたいな、なんかそのこじつけたんだ、いやまあ実際そうなんでしょ、いやまあそうだけど、うん、まあこじつけ、こじつけっていうかね、その、はいはい、自分の地元だと言いたいことなんですよ。はいはいはい。ろくに帰ってなかっただろうって言いたくなるけど。イタチって面白いよな。そうだな。あの人な。じゃあ、あること全部やったんじゃない、うん、だってプロレスやって、タレントやって、うん、歌も出してるだろう。政治やって。だって、高校行ったからね、途中高校。学ラン来て、その時のキャッチフレーズ、邪道高校生。そう。さっきも出てきたやつだから。でしょ、うん、すごい、まあ、アクティブな人だよね。そうそうそう。ね、リアルキッズさんはね天才小学生って言われたけど、うん、鬼達也は邪道高校生って言われどっちも借金をせよ引退と復帰を繰り返しあれ、いやまだ安田さんはリアルキッズ安田さんは鬼達施設ある、引退してないでしょいやだって何回も、まあ、解散と復帰を繰り返し途中のコンビ名閃光少女と爆破で閃光も見え、そうだそうだ繋がったねえ、なんか繋がってきたね。好きなんだろうね、やっぱそういう人たちは。ねえ。ね。やっぱ、はいはい、火花が好きっていうこと。ああ、いいですね。火花ですよ。又吉直樹さんの。火花で。芥川賞候補。芥川賞にね、なったやつ。火花ってことで、はいはいはい、じゃあいいんじゃないですか。ということで、はい、終わりましょうか。終わりますか。うん。最後に別に1個でね、言わなくてもいいな。また10分だし。まあ、そうだね。うん。あ、じゃあ1個だけ。白戸家のお父さんがアイスになるそうで。あ、お父さんが、はい。犬アイス。白と赤の配色で白戸家のお父さんのイメージにぴったりの爽やかなオリジナルフレーバーに仕上げたと。白と赤、はいはい、昔ねファーストフード店であの猫の肉使ってるっていうのでな、あの裁判みたいなありましたから、ここでそういうボケをするのはやめときますね白戸家のあのお父さんの肉、うん、だから赤って何、あ、首輪か、どうなんだろうね首輪でいや、なんとなくやってんじゃない、なんとなく、まあコラボ企画だよね、サーティワンとソフトバンク、なるほど ねすごいね、まあいろんなね、あの動いてるんでしょ多分ということで、まあ、すごいよね、あんだけ需要の長い犬もなかなかいないからね、確かに、ね、あんだけ需要の長い犬はね、だってパン君だってね、もうねパン君は猿か、ジェームズ君かな、パン君の途中でねやっぱね、うん、あのやっぱ猿独特の、ね、習性によりうん、退場したわけでしょ、そうかそうか、ユリアリクのねリク君も頑張ってますからなんかね噂によるとよなんかスーパーストロングマシンっていうのは普段あの中身入れ替わったって噂だったけど、うん、リク君入れ替わって説もあったりでもこれ言っちゃいけないらしいんで、怪我なんかねちょっとね、うん、あのいやじゃあ怪我ちゃんとあれ、うん、新しいあれだよ、うん、コンディショナー使って、うんうん、そう実はユリアの方が入れ替わってるあります、はい、ということで皆さんぜひまたお聞きなさってください、はい、さよなら。